三四郎夏目漱石2。三四郎が東京で驚いたものはたくさんある。第一、電車のチンチン鳴るので驚いた。それからそのチンチン鳴る間に非常に多くの人間が乗ったり降りたりするので驚いた。次に丸の内で驚いた。最も驚いたのはどこまで行っても東京がなくならないということであった。しかもどこをどう歩いても材木が放り出してある。石が積んである。新しい家が往来から2、3軒引き込んでいる。半分取り崩されて心細く前の方に残っている。すべてのものが破壊されつつあるように見える。そうしてすべてのものがまた同時に建設されつつあるように見える。大変な動き方である。三四郎は全く驚いた。要するに普通の田舎者が初めて都の真ん中に立って驚くと同じ程度に、また同じ性質において大いに驚いてしまった。今までの学問はこの驚きを予防する上において倍役ほどの効能もなかった。三四郎の自信はこの驚きとともに4割方減却した。不愉快でたまらない。この激烈な活動そのものが取りも直さず現実世界だとすると、自分が今日までの生活は現実世界に毫も接触していないことになる。ほらが峠で昼寝をしたと同然である。それでは今日限り昼寝をやめて活動の割合が払えるかというと、それは困難である。自分は今活動の中心に立っている。けれども自分はただ自分の左右前後に起こる活動を見なければならない地位に置き換えられたというまでで、学生としての生活は以前と変わるわけはない。世界はかように動揺する。自分はこの動揺を見ている。けれどもそれに加わることはできない。自分の世界と現実の世界は一つ平面に並んでおりながらどこも接触していない。そうして現実の世界はかように動揺して自分を置き去りにしていってしまう。甚だ不安である。三四郎は東京の真ん中に立って電車と汽車と白い着物を着た人と黒い着物を着た人との活動を見てこう感じた。けれども学生生活の裏面に横たわる思想界の活動には毫も気がつかなかった。明治の思想は西洋の歴史に現れた300年の活動を40年で繰り返している。三四郎が動く東京の真ん中に閉じ込められて一人で塞ぎ込んでいるうちに、国元の母から手紙が来た。東京で受け取った最初のものである。見るといろいろ書いてある。まず今年は豊作でめでたいというところから始まって、体を大事にしなくてはいけないという注意があって、東京のものはみんな利口で人が悪いから用心しろと書いて、学士は毎月月末に届くようにするから安心しろとあって、勝田の正さんのいとこにあたる人が大学校を卒業して理科大学とかに出ているそうだから、訪ねて行って万事よろしく頼むがいいで結んである。肝心の名前を忘れたと見えて、蘭外というようなところに野々宮宗八殿と書いてあった。この蘭外にはそのほか2、3軒ある。作の青が急病で死んだんで、作は大弱りでいる。三綿のおみつさんが鮎をくれたけれども、東京へ送ると途中で腐ってしまうからうちで食べてしまった等である。三四郎はこの手紙を見て、なんだか古ぼけた昔から届いたような気がした。母にはすまないが、こんなものを読んでいる暇はないとまで考えた。それにもかかわらず繰り返して2編読んだ。要するに自分がもし現実世界と接触しているならば、今のところ母より他にないのだろう。その母は古い人で古い田舎におる。その他には汽車の中で乗り合いした女がいる。あれは現実世界の稲妻である。接触したというにはあまりに短くって、かつあまりに鋭すぎた。三四郎は母の言いつけ通り野々宮宗八を訪ねることにした。あくる日は平成よりも暑い日であった。休暇中だから理科大学を訪ねても野々宮君はおるまいと思ったが、母が宿所を知らせてこないから聞き合わせ方々行ってみようという気になって、午後4時ごろ高等学校の横を通って弥生町の門から入った。往来は埃が2寸も積もっていて、その上に下駄の葉や靴の底やわらじの裏がきれいに出来上がっている。車の輪と自転車の跡はいく筋だかわからない。むっとするほどたまらない道だったが、校内へ入るとさすがに木の多いだけに気分がせいせいした。とっつきの戸を渡ってみたら錠が下りている。裏へ回ってもダメであった。しまいに横へ出た。念のためと思って押してみたらうまい具合に開いた。廊下の四つ角に小遣いが一人居眠りをしていた。来意を通じるとしばらくの間は正気を回復するために上野の森を眺めていたが、突然「おいでかもしれません」と言って奥へ入っていった。すこぶる感性である。やがてまた出てきた。おいでやす、おはいんなさい」と友達見たように言う。小遣いにくっついていくと四つ角を曲がってたたきの廊下を下へ降りた。世界が急に暗くなる。炎天で目がくらんだ時のようであったが、しばらくすると瞳がようやく落ち着いて辺りが見えるようになった。穴蔵だから比較的涼しい。左の方に戸があって、その戸が開け放してある。そこから顔が出た。額の広い目の大きな、仏教に縁のある僧である。縮みのシャツの上へ背広を着ているが、背広はところどころにシミがある。背はすこぶる高い。痩せているところが暑さに釣り合っている。頭と背中を一直線に前の方へ伸ばしてお辞儀をした。こっちへと言ったまま顔を部屋の中へ入れてしまった。三四郎は戸の前まで来て部屋の中を覗いた。すると野々宮くんはもう椅子へ腰をかけている。もういっぺんこっちへと言った。こっちへというところに台がある。四角な棒を4本立てて、その上を板で張ったものである。三四郎は台の上へ腰をかけて初対面の挨拶をする。それから「何分よろしくお願いします」と言った。野々宮君はただ「はあはあ」と言って聞いている。その様子が幾分か電車の中で水蜜糖を食った男に似ている。一通り口上を述べた三四郎はもう何も言うことがなくなってしまった。野々宮くんも「はあはあ」言わなくなった。部屋の中を見渡すと真ん中に大きな長い菓子のテーブルが置いてある。その上にはなんだか込み入った太い針金だらけの機械が乗っかって、その脇に大きなガラスの鉢に水が入れてある。その外にヤスリとナイフと襟飾りが一つ落ちている。最後に向こうの隅を見ると、三尺くらいの御影石の台の上に福神漬けの缶ほどな複雑な機械が載せてある。三四郎はこの缶の横っ腹に開いている二つの穴に目をつけた。穴が上ばみの目玉のように光っている。野々宮君は笑いながら光るでしょうと言った。そうしてこういう説明をしてくれた。昼間のうちにあんな支度をしておいて、夜になって交通その他の活動が鈍くなる頃に、この静かな暗い穴蔵で望遠鏡の中からあの目玉のようなものを覗くのです。そうして光線の圧力を試験する。今年の正月頃から取り掛かったが、装置がなかなか面倒なので、まだ思うような結果が出てきません。夏は比較的こらえやすいが、寒夜になると大変しのぎにくい。街灯を着て襟巻きをしても冷たくてやりきれない。三四郎は大いに驚いた。驚くとともに、光線にどんな圧力があって、その圧力がどんな役に立つんだか、全く要領を得るに苦しんだ。その時野々宮君は三四郎に「覗いてごらんなさい」と勧めた。三四郎は面白半分、石の台の23軒手前にある望遠鏡のそばへ行って右の目をあてがったが、何にも見えない。野々宮君は「どうです、見えますか?」と聞く。「一向見えません」と答えると「うん、まだ蓋が取らずにあった」と言いながら一層立って望遠鏡の先にかぶせてあるものをのけてくれた。見ると、ただ輪郭のぼんやりした明るい中に物差しのどもりがある。下に2の字が出た。野々宮君がまた「どうです?」と聞いた。「2の字が見えます」と言うと「今に動きます」と言いながら向こうへ回って何かしているようであった。やがてどもりが明るい中で動き出した。2が消えた。後から3が出る。その後から4が出る。5が出る。とうとう10まで出た。するとどもりがまた逆に動き出した。10が消え、9が消え、8から7、7から6と順に1まで来て止まった。野々宮君はまた「どうです」と言う。三四郎は驚いて望遠鏡から目を離してしまった。どもりの意味を聞く気にもならない。丁寧に礼を述べて穴蔵を登って人の通るところへ出てみると、世の中はまだカンカンしている。暑いけれども深い息をした。西の方へ傾いた日が斜めに広い坂を照らして、坂の上の両側にある高価の建築のガラス窓が燃えるように輝いている。空は深く澄んで、澄んだ中に西の丘から焼ける火の炎が薄赤く吹き返してきて、三四郎の頭の上までほてっているように思われた。横に照りつける火を半分背中に受けて、三四郎は左の森の中へ入った。その森も同じ夕日を半分背中に受けている。黒ずんだ青い葉と葉の間は染めたように赤い。太いケヤキの幹で日暮らしが鳴いている。三四郎は池のそばへ来てしゃがんだ。非常に静かである。電車の音もしない。赤門の前を通るはずの電車は大学の講義で小石川を回ることになったと、国にいる自分、新聞で見たことがある。三四郎は池の旗にしゃがみながら、ふとこの事件を思い出した。電車さえ通さないという大学は、よほど社会と離れている。たまたまその中に入ってみると、穴蔵の下で半年余りも光線の圧力を試験している野々宮君のような人もいる。野々宮君はすこぶる質素ななりをして、外で会えば伝統会社の義手くらいな額である。それで穴蔵の底を根拠地として金銭とたゆまずに研究を専念にやっているから偉い。しかし望遠鏡の中のどもりがいくら動いたって現実世界と交渉のないのは明らかである。野々宮君は生涯現実世界と接触する気がないのかもしれない。要するにこの静かな空気を呼吸するからおのずからああいう気分にもなれるのだろう。自分もいっそのこと気を散らさずに生きた世の中と関係のない生涯を送ってみようかしらん。三四郎がじっとして池の表を見つめていると大きな木が幾本となく水の底に移ってそのまたそこに青い空が見える。三四郎はこの時電車よりも東京よりも日本よりも遠くかつ遥かな心持ちがした。しかししばらくするとその心持ちのうちに薄雲のような寂しさが一面に広がってきた。そうして野々宮くんの穴蔵に入ってたった一人で座っているかと思われるほどな石爆を覚えた。熊本の高等学校にいる自分もこれより静かな竜田山に登ったり月見草ばかり生えている運動場に寝たりして全く世の中を忘れた気になったことは幾度となくある。けれどもこの孤独の感じは今初めて起こった。活動の激しい東京を見たためだろうか、あるいは三四郎はこの時赤くなった汽車で乗り合わした女のことを思い出したからである。現実世界はどうも自分に必要らしい。けれども現実世界は危なくて近寄れない気がする。三四郎は早く下宿に帰って母に手紙を書いてやろうと思った。ふと目を上げると左手の丘の上に女が二人立っている。女のすぐ下が池で、池の向こう側が高い崖の木立で、その後ろが派手な赤レンガのゴシック風の建築である。そうして落ちかかった日がすべての向こうから横に光を通してくる。女はこの夕日に向いて立っていた。三四郎のしゃがんでいる低い影から見ると丘の上は大変明るい。女の一人はまぶしいと見えてうちわを額のところにかざしている。顔はよくわからない。けれども着物の色、帯の色は鮮やかに分かった。白い足袋の色も目についた。鼻緒の色はとにかく草履を履いていることも分かった。もう一人は真っ白である。これはうちわも何も持っていない。ただ額に少ししわを寄せて向こう岸から追いかぶさりそうに高く池の表に枝を伸ばした古木の奥を眺めていた。うちわを持った女は少し前へ出ている。白い方は一足土手の縁から下がっている。三四郎が見ると二人の姿が筋交いに見える。この時三四郎の受けた感じはただきれいな色彩だということであった。けれども田舎者だからこの色彩がどういうふうにきれいなのだか口にも言えず筆にも書けない。ただ白い方が看護婦だと思ったばかりである。三四郎はまた見とれていた。すると白い方が動き出した。用事のあるような動き方ではなかった。自分の足がいつの間にか動いたという風であった。見るとうちわを持った女もいつの間にかまた動いている。二人は申し合わせたように用のない歩き方をして坂を下りてくる。三四郎はやっぱり見ていた。坂の下に石橋がある。渡らなければまっすぐに理科大学の方へ出る。渡れば水際を伝ってこっちへ来る。二人は石橋を渡った。うちわはもうかざしていない。左の手に白い小さな花を持って、それを嗅ぎながら来る。嗅ぎながら、鼻の下にあてがった花を見ながら歩くので、目は伏せている。それで三四郎から一軒ばかりのところへ来て、ひょいと止まった。これは何でしょうと言って、仰向いた。頭の上には大きなシイの木が、日の目の漏らないほど厚い葉を茂らして、丸い形に水際まで張り出していた。これはシイと看護婦が言った。まるで子供に物を教えるようであった。そう、実はなっていないの？と言いながら、仰向いた顔を元へ戻す。その拍子に三四郎を一目見た。三四郎は確かに女の黒目の動く刹那を意識した。その時色彩の感じはことごとく消えて、何とも言えぬあるものに出会った。そのあるものは記者の女に「あなたは度胸のない方ですね」と言われた時の感じとどこか似通っている。三四郎は恐ろしくなった。二人の女は三四郎の前を通り過ぎる。若い方が今まで嗅いでいた白い花を三四郎の前へ落としていった。三四郎は二人の後ろ姿をじっと見つめていた。看護婦は先へ行く。若い方が後から行く。華やかな色の中に白いすすきを染め抜いた帯が見える。頭にも真っ白なバラを一つ刺している。そのバラがシイの木陰の下の黒い髪の中で際立って光っていた。三四郎はぼんやりしていた。やがて小さな声で「矛盾だ」と言った。大学の空気とあの女が矛盾なのだか、あの色彩とあの目つきが矛盾なのだか、あの女を見て記者の女を思い出したのが矛盾なのだか、それとも未来に対する自分の方針が二道に矛盾しているのか、または非常にうれしいものに対して恐れを抱くところが矛盾しているのか。この田舎での青年にはすべてわからなかった。ただなんだか矛盾であった。三四郎は女の落としていった花を拾った。そうして嗅いでみた。けれども別段の匂いもなかった。三四郎はこの花を池の中へ投げ込んだ。花は浮いている。すると突然向こうで自分の名を呼んだものがある。三四郎は花から目を離した。見ると野々宮くんが石橋の向こうに長く立っている。「君、まだいたんですか」という。三四郎は答えをする前に立ってのそのそ歩いていった。石橋の上まで来て「ええ」と言った。なんとなく間が抜けている。けれども野々宮くんは少しも驚かない。「涼しいですか」と聞いた。三四郎はまた「ええ」と言った。野々宮くんはしばらく池の水を眺めていたが、右の手をポケットへ入れて何か探し出した。ポケットから半分封筒がはみ出している。その上に書いてある字が女の首席らしい。野々宮くんは思うものを探し当てなかったと見えて、元の通りの手を出してぶらりと下げた。そうしてこう言った。今日は少し装置が狂ったので晩の実験はやめだ。これから本郷の方を散歩して帰ろうと思うが、君どうです？一緒に歩きませんか？三四郎は快く応じた。二人で坂を上がって丘の上へ出た。野々宮くんはさっき女の立っていたあたりでちょっと止まって、向こうの青い木立の間から見える赤い建物と崖の高い割に水の落ちた池を一面に見渡して、ちょっといい景色でしょう。あのビルジングのアングルのところだけが少し出ている。木の間から。ね？いいでしょう。君気がついていますか。あの建物はなかなかうまくできていますよ。効果もよくできているが、この方がうまいですね。三四郎は野々宮君の鑑賞力に少々驚いた。実を言うと自分にはどっちが良いかまるでわからないのである。そこで今度は三四郎の方が「はあはあ」と言い出した。それからこの木と水のエフェクトがね、大したものじゃないが、何しろ東京の真ん中にあるんだから。静かでしょう。こういうところでないと学問をやるにはいけませんね。近頃は東京があまりやかましくなりすぎて困る。これが5点。と歩き出しながらユンデの建物を指してみせる。教授会をやるところです。何、僕なんか出ないでいいのです。僕は穴蔵生活をやっていれば済むのです。近頃の学問は非常な勢いで動いているので、少し油断するとすぐ取り残されてしまう。人が見ると穴蔵の中で冗談をしているようだが、これでもやっている当人の頭の中は激烈に働いているんですよ。電車よりよっぽど激しく働いているかもしれない。だから夏でも旅行をするのが惜しくってね。と言いながら仰向いて大きな空を見た。空にはもう日の光が乏しい。青い空の静まり返った上川に白い薄雲がはけ先でかき払った跡のように筋交いに長く浮いている。あれを知っていますかという。三四郎は青いで半透明の雲を見た。あれはみんな雪の子ですよ。こうやって下から見るとちっとも動いていない。しかしあれで地上に起こる愚風以上の速力で動いているんですよ。君、ラスキンを読みましたか。三四郎は無然として読まないと答えた。野々宮君はただ「そうですか」と言ったばかりである。しばらくしてから「この空を写生したら面白いですね。原口にでも話してやろうかしら」と言った。三四郎は無論原口という画工の名前を知らなかった。二人はベルツの銅像の前から唐立寺の横を電車の通りへ出た。銅像の前で「この銅像はどうですか?」と聞かれて三四郎はまた弱った。表は大変にぎやかである。電車がしきりなしに通る。君、電車はうるさくはないですかとまた聞かれた。三四郎はうるさいよりすさまじいくらいである。しかしただ「ええ」と答えておいた。すると野々宮君は「僕もうるさい」と言った。しかし一向うるさいようにも見えなかった。僕は車掌に教わらないと一人で乗り換えが自由にできない。この2、3年来むやみに増えたのでね。便利になってかえって困る。僕の学問と同じことだ」と言って笑った。楽器の始まり際なので新しい高等学校の帽子をかぶった生徒がだいぶ通る。野々宮君は愉快そうにこの連中を見ている。「だいぶ新しいのが来ましたね」という。若い人は活気があっていい。時に君はいくつですかと聞いた。三四郎は宿帳へ書いた通りを答えた。すると「それじゃ僕より7つばかり若い。7年もあると人間は大抵のことができる。しかし月日は立ちやすいものでね、7年くらい時期ですよ」という。どっちが本当なんだか三四郎には分からなかった。四つ角近くへ来ると左右に本屋と雑誌屋がたくさんある。そのうちの2、3件には人が黒山のようにたかっている。そうして雑誌を読んでいる。そうして買わずに行ってしまう。野々宮くんは「みんなずるいな」と言って笑っている。もっとも当人もちょっと太陽を開けてみた。四つ角へ出ると左手のこっち側に西洋小物屋があって、向かい側に日本小物屋がある。その間を電車がぐるっと曲がって非常な勢いで通る。ベルがチン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 言う。渡りにくいほど雑踏する。野々宮くんは向こうの小物屋を指して「あそこでちょっと買い物をしますからね」と言ってチリンチリンと鳴る間を駆け抜けた。三四郎もくっついて向こうへ渡った。野々宮くんは早速店へ入った。表に待っていた三四郎が気がついてみると、店先のガラス張りの棚に櫛だの花かんざしだのが並べてある。三四郎は妙に思った。野々宮くんが何を買っているのかしらと不審を起こして店の中へ入ってみると、セミの羽のようなリボンをぶら下げて「どうですか?」と聞かれた。三四郎はこの時自分も何か買って、鮎のお礼に三輪のおみつさんに送ってやろうかと思った。けれどもおみつさんがそれをもらって鮎のお礼と思わずに、きっとなんだかんだと手前勝手の理屈をつけるに違いないと考えたからやめにした。それから政子町で野々宮くんに西洋料理のごちそうになった。野々宮くんの話では本郷で一番うまい家だそうだ。けれども三四郎にはただ西洋料理の味がするだけであった。しかし食べることはみんな食べた。西洋料理屋の前で野々宮くんに別れて追い分けに帰るところを丁寧に元の四つ角まで出て左へ折れた。下駄を買おうと思って下駄屋を覗き込んだら、白熱ガスの下に真っ白に塗りたてた娘が石膏の化け物のように座っていたので、急に嫌になってやめた。それから家へ帰る間、大学の池の縁であった女の顔の色ばかり考えていた。その色は薄く餅を焦がしたような狐色であった。そうしてきめが非常に細かであった。三四郎は女の色はどうしてもあれでなくってはダメだと断定した。